あすーす。今日はホールガイズやっていきます。いや俺ね、挨拶のバリエーション増やそうかなと思って、うすうすと、あすーすと、ノーマルうすうす、まあ、このね、3つのうすうすをしっかりと活用していって、まあ登録者集めていきたいなと思います。さあ、エッグキャッスル生ちょっとやろうかなと思います。なるべく多くの卵が集める形です。いや変わったね、ステージ。いや、これはなかった、今まで、この針みたいな。オッケー。まず、金玉取る。金玉どこ金玉が見ません。金玉どこですか？どこ行った見当たんねえな。俺は金玉が欲しいんだよな。私、泥棒だね。これ、ドロンボしてるね。あ、俺、青チームなんで、青のゲートを入れればいいんですよ。だから、赤の人たちの取った金玉を取ったということです。さあ、これを誰もバレずに持っていくことが俺のミッションである。やめろ、やばい、金玉を見せちゃった。あったおいって、任して。俺はこの金玉を陣地に持ってくっていう最大のミッションがある。やばい、俺、NVP、くそ、NVP になり損ねたぜ。やめろ、離せ、くそ。金玉、やめろ、ちょっと来ないで、ほんと来ないで、やめろ、おう。くそ、こんなに金玉の試着数がないのかな。くそ、あの黄色許さねえ、返せ、マジ返せ、おっし、バカめ。俺の金玉よこせ、こんなバカ。ねえ、どういった、あった、邪魔、よし、俺の、これは俺のもの。あれ、どこ行った、あれ、やばい、あった、くそ、ふざけやがって、舐めやがって、こんなの。返せ、頼む、お願いします、返してください。おい、ふざけんなよ。でも俺、この金玉しかこのゲームでいじってないね。やばい、どうしよう。完全に足手まといだ。しかし俺はこの金玉を自分自身に入れることによって、罪を償いたいと思う。みんな見てて、チャンネル登録者24名の方、俺の素晴らしい活躍見てほしい。任せて、期待を背負ってるよ。俺も期待背負ってるよ。あと10秒。さあ、金玉は俺のもんだ。返せ、やばい。あと6秒、絶対無理だ。金玉、せめて俺に金玉を触らせて終わらせてくれ。バイバイ。皆さん決勝行ったので頑張ろうかなと思います。パキパキアイスか。まあ、決勝の種目はどれも苦手だから、これで結果を出すことによってね、みんなを喜ばしたいね。皆さんスイッチの新作見ました？俺ね、ミートピアが一番楽しみだわ。ミートピア、スプラトゥーン3やんないかな。なんか友達結構やってとか言われたんだけどな、ちょっとな、スプラトゥーン3やんないかもしれない、ごめんなさい。皆さん、パチパチアイスの、もう、手法分かってんの、俺の。まず、ここに、大きな落とし穴を仕掛けます。これによって、あれ？まあ、いいや。ああ、もういいや。もう、あ、ちょっと開けます。ちゃんと開けます。あの落とし穴に誰かハマることを俺祈ってる。さあ、バッチゴイは、もう誰か一人死んでる。誰だろ？バッチゴイ、俺ら、本気で行くぞ、マジで。俺強いよ。今日の俺強いよ。調子いいかんね。私ね、結構、王冠は結構取ってるんだけど、パキパキアイスはまだ一回向かってない気がする。でも忘れちゃったら何で買ったか。ローラーって一回買ったの動画にしたよね。まあ、それだけが動画にできたのは。だから、このパキパキアイスで優勝したところをちゃんと動画に収めて、この、やべ、シュンやべえってとこみんなに言わせたいね。で、俺がこれで、ここで優勝して、まあ、街中歩いてたら、あの人、パキパキアイスで優勝した方よ。ガス気かっこいいっていうとこをみんなに見せるね。任せて。さあ、結構いいんじゃない、邪魔。いいよ。チキンでこう、もういい、あれかな、ずっとジャンプ、やべえ、足場なんかできたな、えぐいが、危ねえ、やべえ、貸して、マジ貸して、まだ4人しか、ま、よ、ぶな、まだ4人しかやられてんねんの、やるな、いや、みんなうめえ、くそ、うわ、やばい、くそ、やばい、あー、足場なんかできた、あー、やばい、おー、しばたまります、うわ、くそ、やばい、あー、やばい、あー、やばい、くそ、やばい、2番がね、やばい、あと10、あー、くそ、みんな死んで、くそ、どうだった、バイ。いや、そろそろ決勝で勝たないとね、ちょっと視聴者さんに申し訳ないね。ちょっともう最近負けてるとこばっか見してるから、そろそろ勝ちたい。そろそろみんなに、あっしゅんやべえって言わせたい。いやー、ごめん、本当にごめん、本気でいくわ。ぐるぐるファイトがいいでしょう。ぐるぐるファイトな、なんか俺、アイシールド21のデビルバッドゴーストアリティエンしか言うことないから、特に困るんだよね、このステージ。どうしよう。カットしようかな。いや、やっぱ喋ろう。喋ります。喋らせてください。お願いします。喋ろうかなと思います。何喋ろうかな。最近ね、音フェチの動画見てる。この前の英語の英会話の動画見てるって言ったけど、最近音フェチの動画見てる。あれだね、ASMR だね。
俺もやろうかな ASMR。 シャリ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 、やば、うますぎ。俺 ASMR として結果出すわこれから。あいよいよいよ、こんなん余裕よ、あいよいよいよ、あいよいよ、こんなん余裕よ、任せて。簡単、簡単すぎて喋ることがない、もう簡単すぎて、もうなんだろう、喋る余裕ありすぎて逆に何で喋ればいいか分かんないみたいな。どういうこと、まあいいや、黙るわ。いやどうしよう、やばい、会話通じたいけど本当にネタがね、どうしよっかな。もうこんなこと今のは無視してください。こんなことしてる間にもうトップ集団よ。あ、これは新しい要素入ってんね、やるやん、やるやん、なかなかいいじゃないの。まあ簡単すぎるからね、ちょっとこういう難しい要素も入れていかないとね。おっしゃ、まあ、正面突破する、正面突破する、任して。うわー、俺は奇跡よ、あいけ、やるやん、やるやん、いや難しいね、なかなか。え、チキったなんて言わせないよ、いやお前チキったなんて言わせないよ。俺は冷静な判断をして確実に優勝できる道を選んだんだよ。俺はみんなさ、俺がカッコつけてるところよりさ、真面目に頑張って1位取ってるとこ見たいでしょ。俺その姿見せたから、あえてね、あえてチキったと。おっけ、あっぶねえ、喋ってられやられたかったぜ。なんかどうして、遊ぼっかな、遊ぼうかなと思います。あ、邪魔すんだよ、邪魔すんだよ、お前ら、お前ら邪魔すんだよ、いいね。おい、最近俺ね、ドラゴンボール見てんね、ドラゴンボールスーパーサイヤ人3になる動画が YouTube に上がってるんだよ。いや俺20、30話みたいね、30話ずっとね、悟空がね、はぁーだーって言ってるだけなんだけど、いやもうわかる、なんかスーパーサイヤ人3ってさ、わかるかな、みんなこのあの感動よ。今さ、俺のホールガイズスーパーサイヤ人みたいな色してるっしょ。いや俺今スーパーサイヤ人3として結果出すよ、任して。俺これ結果出さないとやったら、これ結果出さなかった、鳥山先生に申し訳ないよね。見てて、鳥山先生見てますこの動画。僕俺今ね、鳥山先生のためにこのホールガイズ、このボールを自分の陣地にぶち込むっていうミッションを完成させるわ。やばい、このスーパーサイヤ人いいね、かっこいい。あー、カメハメハー、やべ全然聞いてねえ、やるやん。なんかさ、相手チームめっちゃ強い蹴りしてこない、なんかボールがボーンって飛ぶんだけど俺できないんで、出てたんだろみんな。お、あれあれ、あ、出た出た、やっぱできたのかな、まあいいや。このボール、あのボールだけはし、あ、お、今のやばくない、どうやってやってんの、なんか裏技とか出てるのかなみんな。てか俺黄色い枠ね、今みたいに黄色めっちゃ多い、やばいやばい、頑張って頑張って頑張って、みんな頑張ってよ、みんなちょっと俺だって頑張ってね、ちょっとみんな、おい足引っ張んね、おい頑張れよ、おい、やばい、負ける、やばい、あでも赤そこ、やばい、黄色、頑張って黄色、赤そこ、ボール貯めて、ボール1の、ボール1の、このボール、そのボール、あのボール諦めよう、このボールしよう、このボール取ろう、よしよし、やばい、ちょっと奥の方にあるな、くそ、あのボール誰も触ってない、オッケー、任して、この自分自身入れる、おっしよし、だが、俺だが、お、あ、マジかよ、ディフェンスか、やばい、あー、よし、みんななんとか決勝行ったわ。いや結構頑張って、さっきの試合はちなみに負けました、あの、なんて、あの負けてカットしててごまかそうとしてて、やっぱ自分に正直にならないとこの先勝てないかなと思って、やっぱ自分に正直になります。さっきのゲームは負けました、しかしこの決勝は約束します、勝ちますよ、勝つよ、大丈夫、視聴者さん、カッコできてる、勝つよ、これやばいよ、僕は得意だから、これ決勝の種目ほとんど苦手だけど、これはほんと得意、あの唯一マシにできる、唯一俺が、あ、なかなかお前マシじゃんって言われるゲーム、いくよ、まずこの人だざ、俺の動画見てる人は知ってるはず、シュワッチ、これよ、これよ、これをやら、これだけの余裕がないとやっぱ決勝残れないから、もうやんないショワッチ、危ないから、いいね、はい、オッケー、まだ誰も死んでないね、まあそんなもんしょ、まあまあそん、まあ、こんなこの程度で知られちゃうね、まだまだよ、この程度で知られちゃ俺もちょっとね、あよ歯応えがないよ、やっぱね少しぐらい俺をね焦らし、おっ、うわ、どんどん、あぶねえ、俺を少しぐらい焦らしてくるな、相手がいないとね俺も追えないって思うよ。あ、でももう3人もやられてるね、なかなかみんなやっぱこれちょっとあんまり得意じゃないらしいね。俺これめちゃめちゃ本当に俺勝てるよ、これは。なんだって俺1回これでクイーン王冠取ったんですよ、あの動画にしないだけでこの種目1回王冠取ったで実績あるからね。見てこの冷静な、見てこの冷静な緑ちゃん、見てください、この冷静すぎでしょ、やばい、見たりしたのミッキーマウスがバカ強え、ミッキーマウスなんか分かんないけどあれ、俺、おい、ちょっかい出したもんね、俺もちょっかい出したもんね、俺
俺、やばい、ちょっと、危ねえ。やばい、話せ、バカ。いや、こっちからやったんですよ。本当にごめんなさい。邪魔しないで、本当にごめんなさい。ちょっと待って、あんま喋れない。集中した。カットしようかな。いや。やっぱり、集中しながら喋れないから、やれてこそ、俺のゲームチャンネルでしょ。おー、危ねえ、見てよかった、危ねえ、危ねえ。4人、4人、4人、4人。勝てる、勝てる。あ、奥にいるな、5人か。勝てる、勝てる、勝てる、勝てる。あと、5人か。 マジでデスマッチ邪魔、バカバカバカ。危ねえの、これバカ許さってめえ。俺やりかした。俺、おお、やば、危ねえ。おお、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 おお